続いてはですね、なんと、本邦、初公開ではないんですが、ないんだ本邦初公開ではないんですが、すごく極秘ルートから、むちゃくちゃ貴重なゲームをゲットしました。ゲームですか？おー、はい、なるほど。それをね、剣持くんにプレゼントしようかなと思ってるんです。はい、ゲーム、あー、いいですね。高校生に対するプレゼントとして素晴らしい。そうだよ、すごい。ゲームクリスマス枕元に置いてあったらもうすっごい喜んだでしょ。跳ねて喜んだよね。まあまあ子供頃はやっぱそうですよね。だからもう今回も跳ねて喜ぶと思います。おー、で、実際にそのゲームをこの配信でね、みんなと一緒に共有しながらやっていただきたいなと思っております。なるほどなるほど。へえ。なので、ちょっとセッティングをさせていただきますね。はい。これは大丈夫かな。それ僕やったことないやつですかね、ちゃんと。いやいや、大丈夫だから。本邦初公開じゃないんでしょ。そう、結構ね、本邦初公開級級なんだ。あ、じゃあレアなんですね。レアレア。へえ。すっごい、すごいいいよ、これ。めちゃくちゃ巷で、面白いって噂されてるし。へえ。じゃあちょっとね、ちょっと BGM を下げてやっていただきましょう。あ、気になるな。なんだろう、みんな FIFA ウィール12歳とかよ。なんでしょうね。さあ、ちょっとこちら、ドン。あ、出ましたね。これあれ、なんだこれ。あ、本当に知らないかもしれない。ちょっとこれをね、やっていただこうと思います。ほうほうほう。ちょっと持ち場についてください。はい、持ち場つきます。あ、これ顔、僕の顔がこうしたらいいか。いや、僕の顔どこにあんのよ。僕の顔はここにあるだろ。あ、ほんとだった。そのライブ 2D について突っ込めるのか分かんない、そのポジションはありますよね、外部の人はね。外部の人って何？内部の人だろ。いや、内部の人ではないけどな。いや、じゃあ始められる。ちょっとニューで始められるんで、うん、ニューで始めてください。はい、お願いします。あ、これ楽しみだな。はいはい、ニュー。あ、始まる。あ、始まりました。これ見たことあんぞ。始まりました。あ、それいいで、持って。はい。え、うわ、気持ち悪い。うお、え、めっちゃいるじゃん。めっちゃいるじゃん。ちょっと待って待って。めっちゃいるじゃんじゃなくて。え、強いし、強い強い強い。ちょっと、え、あ、頑張って。ちょっと強すぎるだろ。ちょっとゲームオーバーなってるよ。はい、難易度おかしくないこれ。ゲームオーバーなってるよって。え、楽しいね。こんな輪郭下の方が大きかったっけ。なんかちゃんと見てよ。へえ、なんか山崎さんみたいな、ザキヤマさんみたいな。へえ。なんだよ。あ、ゲーム音がちょっと小さいとのことなんですが、まあいいでしょ。ゲーム音、まあいいですよ。ちゃんちょちゃんちょって言ってるだけですよ。ゲーム音あるのかこれ。いや、一番臨場感あるわ、ゲーム音が。うわー、ちょっと待ってください。これは、え、でも広っ。あ、ちょっと、あ、あ、ショットガン拾ってないから。あ、ショットガン拾ってない。そんな捨てるよ、挑もうと思ったって無理だよ。ショットガンないとこれ本当にただのクソゲーとかすから拾わせようとしてくれて。早くちゃんと生き延びて、頑張って。あ、ヘッドショットの概念があるのか。それともちっちゃいのは弱い。いや、ヘッドショットの概念あるよ。あるんですか。そう、じゃあ体打ってみて。体打ちましょうか。あ、なかった。なかった。ヘッドショットの概念なかった。え、これは生き残れっていうゲームですか。うん、生き残れってゲーム。あ、でも段数とかあるんですね。あるよ、R でリロードできる。え、意外と作り込まれて。あ、でももう自分がチャンチョになりきれるゲームだから。自分もちゃん、あ、自分がちゃんちょで。これちゃんちょの腕だよ。ちゃんちょの手、あ、なるほど。そう、仲違いしたんですかね、これはね。いや、もうちょっと僕がね、ウイルス感染されてた時代ですね。なるほど、ハザードですね。そう、そう、確かピーナッツハザードって名前でしたね、これ。いや、よく知ってんじゃん。いや、配信だったかな、前出されてましたよね。そうなんだよ。これクリアあるんですか。ね、多分ない。ないの。死を待つのみなの。ちょっと終わりがないの。終わりない、終わりない。ちょっと終わりがないですよ。あ、いわゆるクソ、クソゲ。そう、そうですね。ちょっとなんか言った今。言ってないですよ。え、これピーナッツくんが作ったんですか。あ、僕じゃなくて。あ、じゃあ、クソゲではないですね。あ、クソゲじゃないですよ。っていうか、血が通ってるんですね。あ、知らなかった。ああ、僕もう。どういう感じで見ればいいのか分かんなかったけど。僕ね、もう、全身が、血管だよ。気持ち悪い言い方。全身が血管だ。全身が血管。うん、まあ血管品ですよね、本当に。おい。うまい。うまいこと言うな。続いて、はい、ケーキニュートンの前に、はい、やっぱりね、今年やり残したことってなんだって聞かれたら、うん、何ですか。今年やり残したことなんだろうな。悔いはない、今年に。
結構ね、いろいろやったんじゃないかなと思いますけどね。いやでも会えてない人にいっぱいいるんじゃない？会えてない人。会えてない人。ああ。僕とは今日会えて、うん、まあ嬉しいだろうけど、もう全然会えてない人もいっぱいいると思う、トヤくん。まあ会えてない人いっぱいいますね。うん、だから会わせてあげます。え？どういうことですか？いいの？え？どういうこと？この方に登場していただきました。え、どういうことですか？登場していただきました。おかしいよね。登場してませんからね、まだね。どうぞ。え？登場していた、あ、僕の後ろにいたのか、今まで。全然気づかなかった。え？どうも。あ、ちゃんちょだ。ちゃんちょです。あ、どうも。ちゃんちょです。うんうん。僕と会えてなかったよね。まあ別にそんなレギュラーでもないし。わかってるわかってる。あ、そ、うん、僕じゃないんだよ。おー、なるほど。僕じゃないけど、うん、僕が体験させてあげる。名付けて感動体験イタコちゃんちょー。いや、いやーみたいにならないけどね。あ、そうなんだ。イタコ、イタコができるんですか？はい。ほうほうほう。イタコできます。つまり亡くなってる方とかを下ろして、なその人と疑似会話ができるみたいな。その通りです。なるほど。僕がどんな方でも憑依してトウヤくんと話すことができます。なるほど。はい、亡くなった方でも生きてる方でも、もはや存在しない方でも、何でも OK。 おお、なるほど。トウヤくんが今一番会いたい人、ほうほう、見えちゃってるんだ。炎上とかさせないでね。はい、誰ですか、ね、炎上、炎上足を止める。いや、なんか別にね、そんな炎上勝手な予想で変なね、女の子ライバーとか挙げられたらちょっと立場悪いんで、僕大丈夫、大丈夫、大丈夫だよ。よかったね。はい。にゃーん、うん、さっ、あー、うわーさっ、リップシンクしかしないキャラクターなのにめっちゃ本体の体が動いてる。伝わらない。あれ、あっ、もちさん、も、もちさん、あれ、これ、クザ？あ、もちさん、ゲームしましょうよ。いや、もちさん、青とでも会えるしね。もちさん、もちさん、あれじゃないですか。なんかあれ、最近なんかマリカハイとかやってるっすけど。前も出たよ。うん。あ、僕も出ました。ありがとうございます。僕じゃねえよ、一人称。あらす。うん、俺、うん、俺も大会開きたいんすけど。いや、絶対言わねえよ。どうすればいいんすかね。全部違う。僕とか一旦一ミス。なんかやりてえんすよ。浅いわコメント。打ち抜き大会。打ち抜き大会。はい、僕一番打ち抜けるんで。僕、はい、はい、俺ね、俺、あ、俺打ち抜けるんで、もちさん打ち抜いてほしいですか。これ打ち抜きわかるかな。もちさん打ち抜いてほしいですか。MF のネタね。はい、いや、まあじゃあちょっとやってみてください。よし、いいっすか、もちさん、もちさん、そんな感じ。もちさんって言ったら、うん、何って言ってください。おお、いいっすか。わかりました。もちさん、え、何？バン！打ち抜いてあげる。打ち抜いてあげたよ。もちさん。こんなやつだったら僕縁切ってますからね、クズハ。もちさん。まだあんのか、なんだ。もちさん。もちさん、クリスマスですけど何してんすか？今、僕も配信してるし、多分本人もしてるんじゃないかな。え、マジっすか？僕配信してます？うん、してんのかな、わかんない。適当に。ちょ、もちさん、あれっすね。今度、行きましょうよ。え、どこに？奈良。奈良に何があるの？奈良行きましょうよ、奈良。何、奈良に何があるの？鹿っす、鹿。鹿見たくねえっすか？固めてから話してくれる。鹿、本人もっと賢いよ。鹿見たくねえっすか？ちゃんと話すよ、本人。鹿見てえっすよね。いや、鹿、うん、多分本人そんな見たくないですし。まあ、いや、まじ、あ、僕鹿せんべいとか、まじ食いてんすよ。おぉ。もちさん食いてんすか？鹿せんべい食いに行くとこじゃないけど。鹿せんべい、まあ、うん、僕も鹿に混じって食いてんすよ。まあそうですね、行ってみたいですね。もちさん、じゃあちょっと鹿は、あの鹿せんべいを持ってると思って僕に食わせてもらっていいですか、もちさん。はいはい、じゃあちょっと、じゃあ、はいはい、じゃあ僕鹿なんで。あ、鹿ちょっと寄ってくんな、今クズハンにあげるから。はいはい、あ、いいっすか。はい、あ、ふわっふわっ、うめっす。ふざけんなよお前。なんだこの鹿は。ふざけるなお前。うめっす。やりたい放題。だいぶ尺長いし。あ、危ない。よかったです。あ、ちゃんちょです。持ってきた。ああ、このままだったら、
ケンクズハ君に体を乗っ取られるところでした。あ、危ない危ない。あ、長く下ろすと危険なんだ。危険です。はい、なるほど。実はですね、はいはい、もう一つ能力があって、お、うん、僕の力を他の方に分け与えることできるんですよ。あ、じゃあイタコに僕もなれるってことですか。そうです。おーおー、ケンモツ君もイタコになれます。僕のスピリチュアルな呪文さえ受ければ。もう最高潮来てます。いやいや、もうだいぶねテンションは下がったけど。いや、え、あ、テンション下がった。テンション下がっちゃいましたね。あら、じゃああれやるしかないか。あ、なんかあるんですか。実はですね、うん、僕今回のトーピークリスマス2020に向けて、うん、トヤくんどんなことしたら喜ぶのかなっていうのをすごい考えてきたんですよ。おうおうおう。で、トヤくんのツイッターのいいね欄をすごい見てて、ほう、うん、いっぱいいいねしてるから、トヤくんのね、うん、ツイッターだからね、うん、トヤくんのいいね欄見たら、うん、すごいね、ファンアートとかいいねしてるじゃないですか。まあ、そうですね、ファンアートで、その中に、うん、トーピーのファンアートとかもあって、うん、まあまあまあ、タグがついてるのは基本的には見ています。公式なんだってトーピーってもう公式なんだっていうことをもう分かったわけ、僕は。それで？ん？あ、な、あ、いや、もういいや、否定すんのと思って続けて。認めた？いや、違う違う違う。まあ、その購入をいただいたわけなんですけれども公式ならばおのずと同人誌っていうのはできるでしょ。ああ、なるほど。二次創作ね。二次創作。まあ、公式で打てたら確かに出るかもしれない。二次創作が流行れば流行るほど、はい、うん、いっぱいこう、僕らの存在を認められますから。まあ、実際コンテンツは認められるでしょう。だから僕、同人誌書いてきました。自分で書いたんだ。トーピーの同人誌書いてきたんで、公式同人誌みたいな。一緒に読もう。いや、キモいキモいキモい。出せるやつか。一緒に読もう。おーい。まあ、ちゃんと本当に書いたからね。本気で書いたんだ。でもまあ漫画家を志したことがあるくらいですもんね。え、なんで知ってんの？キモいな。なんで知ってんの？なんか配信で言ってたでしょ。そうそう。なんで知ってんのかな。ちょっとそっちの情報出すとそうなるのか嫌だな。わからん。ちょっと僕の拙い絵ですけど。はいはいはい。ちょっととうやくん、もうそんなに多くないから。まあまあ、読んでもらっていいかな。僕が読むのか。そう、トウヤくんのパートはちょっとトウヤくんに読んでいただいて、うん、僕の、あ、そっか、パートって僕出てくるんだもんね、そうだよね。そうだよ、トンピの同人誌なんで。まあまあまあ、せっかくね、三重じゃねえ、滋賀じゃねえ、どこだっけ。いや、原宿な。原宿だ、原宿からね、わざわざ来てくださったということで。それでは読んであげますよ。トウピ同人誌、はい、スタートです。読めるやつで、あー、おー、すごい広告みたい。俺の名前は、ケモチトウヤ、ごく普通のバーチャルライバーだ。当然ごく普通の人生を歩むつもりだった。あのバカが現れるまでは。いいじゃん。いいよ。え、これ、あ、自動で進んでいくのね。はい、はい、このコマンドを入力したら進むから。あ、コマンド入力したら進むんだ。はい、じゃあもういいですよ。バカって言ったろ、おい。バカって思って、あ、じゃあほら、ビク。いや、テンポ悪いな、これ。いいよ、それそれそれ。ちょっといけよ、これ。はいはい。そして、あ、これ、時間か。勝手に人の心を読むのやめてください。お前より頭いいからな。これ、字切れてるしな。まあまあまあ、でも、ね、漫画にはなってますよ。今、4コマで言うと3コマ目ね。はいはい、あなたが先に侮辱した、してきたんですけど。どういうわけか。テンポ悪い。俺の持ってることが全部あいつに伝わって、マジでうざいやつ。本当に大嫌い。僕の持ってることが全部あいつに伝わって。キモい。これ声合わせるから。この部分。そう、この部分。せーの。僕らだけテレパシーが使えるみたいだ。あ、ちょっと、あ、ごじってる。テレパシー。なんかちょいちょいミスってる。聞こえてるっつーの。聞こえてるっつーの。まだあんのか。テレパってる二人。サク、ピーナッツくん。サークルカットだ。サークルカットだ。コミケに行くやつだ。あ、ちょっと、あ、出てきちゃった。あ、はい、しびれ切らした。いや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 、同人誌なんだこれが。
もうこっからスタートしますからテレパってる2人が夢だよ、どっちかっつったらテレパってる2人がね、夢なんだ、夢最高だね。今、マジ良くなかった今の結構字見切れてたし、誤字してたし、だいぶミスがね、ちょっとあれだったけど、どう、まあ、結構実話っぽいです。実話じゃない、実話じゃない。いや、まあ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 ね、頑張って作ったんじゃないですか。いやでも、ね、子供もうガキのね、たわごとですけどね。そんなこと言って、笑顔がこぼれてんじゃん。こぼれすぎだよ。いくらかよ。おめえいくらかよ。笑顔こぼれすぎだろ。ツッコミもうぜ、角度がうぜ。もういいか。いや、そうなんですよ。もう結構ね、うん、もっと続編を書きたかったんですけど、続きを。はいはい、いや、結構大変で。なるほどね。やっぱ、まあ、一応これでコミケとか出そうと思ってるから通用すると思うか、これコミケで、これでやっぱみんなサークル出たがってんで、すごい行列作ろうと思ってるから壁サークル、壁サーになろうと思ってるから、よろしく。なめるなよ。ぜひ皆さん続きを書いてください。いや、やめてくださいね、こういうの。テレパってる2人でこういうことするの本当やめてくださいね。ぜひ続きを書いてください。こっちの受け取り方次第でね、攻撃的なコンテンツ飲み出せばあなたたちは黙らせられるんで、覚えておいてくださいね。うん、そんなこと言ってるけど、実はもっと書いてってテレパってるから、僕ら内心は分かってるから。いやいやいや、テレパってるから全部分かっちゃうんだよ。いや、僕のが伝わ、ね、僕の思いが伝わってたら今すぐ帰ってるはずなんだけど。ずっとトヤ君の中でも引っかかってたことない？何が？何に対して？何の分野で？いや、これだよ。え？何？いても立ってもいられない学P疑惑。そんなん浮上してたの？学P？ 学P疑惑だよ。誰がいても立ってもいられないんだよ。トヤくんだろ。違うよ、好き放題言うな。わざわざさ、何？学P疑惑なんだよ。マジで何？そんなんあったっけ？あんまり関わってなくないか、学くんと。まあ別に好きにやっていいしね。ちょっとじゃあ、ことの詳細を、はいはいはい、話させていただこうと思います。何、学 P 疑惑。はい、どうぞ。学 P 疑惑というのは、うん、学くんとピーナッツくんのちょっとした疑惑みたいなので、ことの発端はですね、あ、待って流れていっちゃう、流れていっちゃう。ことの発端はですね、はいはい、サブスク契約バトルっていうポンポコチャンネルに上がっているなんかやってたね動画なんですけれども、うんうん、これは知ってますよ。これでガックンと僕がコラボしたんだよ、うん、その時にガックンが、うん、ガックンっていうかポンポコさんがちょっとねバラしちゃってたんだ。ポンポコさんがバラしたっていうか、なんかある疑惑をね、ほー、ちょっと世の中に発信してしまいまして。なるほど。いや、なんで他人事みたいに言ってる他人事だよ。他人と他人の他人事だよ。いやいや、他人事じゃないだろ。いやいやいや、はい、ポンポコさん、はい、裏で会ってたの知ってるぞ、うん、僕とガックンがね。へーへーって。いやいやいや、へーだよ。泣いてる？いや泣いてない。勝手に感情、いや、へーだよ。まあまあまあ、強がってんのはまあいいんだけど、まあ、はいはいはい、裏で会ってた疑惑があるんだよ、僕とガックンが。いや、そうなんだ。それでガックンが、うん、裸の付き合いしましたしね。ああ、はい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 、僕に言ったんだよ。なるほどね、なんか流れが分かったわ。ガックンとピーナッツくん、はいはい、裸の付き合い疑惑、なるほど、こんなのが浮上してまって、うんうんうん、ちょっとトーピーファンおよび、はい、剣持トーヤファン、うん、ちょっと気が気じゃないってなってます。いや、そんなことない。今すごい正規のスキャンダル。僕だいぶエゴさしてるけど一人も言ってなかったから。いや、すごいことになってるから。そうなんだ。学ピーみたいないいじゃん、学ピー、やってけやってけ。すごいトーピーロスをこうなってるから言えてない言えてないな、うん、あんま言うなって。いらないだろこのショット。あんま言うなって、学君を制してるね。いや、いらないいらない、このカットいらない。それはでですね、なんかその巷ではピーナッツくんがちょっとサウナレポ動画をね、はいはいはい、よくポンポコチャンネルで上げてるんですよ。上げてますね。で、富士山の目の前でサウナに入れるっていうサウナ動画がありまして、はい、こちらで一緒に行ったんじゃないかっていう疑惑が。里もって言ってたからね。そう、ピーナッツくんが初めて里もの存在を、はい、
ちょっと匂わせた。なるほどね。わざわざ言う必要ないのに言ったと。そうなんだよ。それはもしやガク君じゃないかみたいなね。そう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 。あ、察しがいいね。はい、いや、流れは分かったよ、もう。知ってた、もしかして。ずっとここまで流れて知ってた。うん、実はなんかだんだん知ってたな、これ。あ、追ってるじゃん。いやいやいや、追ってるとかじゃなく知ってたんだよ。まあ続けろ続けろ。ガクピーでサウナ行ったのかな。ああ。ガクピーサウナ一緒に行ったかなんだ。ガクピー。自分じゃなくてこれ。ガクピーの。このツイートもうあれ放題だよ。いやいや、この4人だけだろ。なんなら重複してるだろこいつ。誰かほんまごめんとは言ってねえだろ。これはね、もう我々からの釈明、もしそうだとしたら夏服着て言ってないだろこれ。しかし何ですか。え、新たな情報が。そんな全部一人でやってんだからいいだろ、こんな引きつけない。ちょっと皆さんすっと話せばいいだろ。情報に新たな更新がありました。はいはい、何ですか。我々は音声ファイルを入手しました。何これマジで手込んでんな。そうなんです、はい、このスクープをねちょっとずっと追ってたんですけども、ほうほうほう、とある音声ファイルをゲットしたんですよ。音声ファイルね、はい、ちょっとそれここで流してもいいですか。はい、なんかちょっと怖いな。大丈夫なやつだよね。ちょっと流させていただきます。はい、皆さん心の準備できてますでしょうか。何マジで。トーピー二人の歴史を覆す何そんな瞬間かもしれません。はいはいはい、こちら聞いてください。ここみんなで来るサウナはいいっすな。ハマってんの。あー、ハマってるってほど言ってないですけど、すげえ好きで可能性を感じてる。なんて言わない。なんだ今の声は。うざすぎる。うざすぎる。ちょっとあれ、あれ。うざすぎる。ちょっと待ってくれ。おい。剣持とやお前。あれなんか。剣持とや、この後どういう展開で。とやくんみたいな声がしたけど。はいはいはい、それ一体どういうこと。僕も言ってたよ。うざすぎる。僕も言ってたよ。うざすぎる。いやまあいたね、いたよ。言ってたよんじゃねえんだよ。早くも言ってたよ。言い方がうざすぎる。はい、そうなんです。とやくんもみんなで言ってたよ。巻き込まれてるから。これちょっと僕以上なレアキャラのせいでちょっと薄くなるから。ノイズだってギルザレンさんすよ。お前も来んのってなるから。みんなで言ってたよ。ちょっとノイズでかいな。いや、そうなんだよ。そうなんだよ。まあね、そこのサウナにはこの4人で行ってたよってだけの話なんですよ。いいんか。いやいいんか。いいだろ別に。ちょっと皆さん。なんだ。いやー、これはちょっと覆されましたね。衝撃の展開ですね。いやー。ギルザレンが。びっくりした。ギルザレンのせいで情報がよくわかんないところに着地してんだよな。結論。トーピーも。裸の付き合い。まあ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 ね、はい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 、まあ、サウナに VTuber 友達4人の中にこいつがいたよっていうだけで、まあね、そこにギルザレン3世もいたせいでちょっと情報がよくわかんないですけど、待ってくれ、はい、これで終わりじゃないんだ。これで終わりじゃないの。僕もここまでしか知らんよ。これまた、うん、新たな情報を手に入れました。何ですか。私ジャーナリストとして、はいはいはい、ずっと活動しておりましたが、うん、ここまで2点3点するしてない、うん、あれがあるとは思いませんでしたね。スクープが。ほうほうほう。心の準備できてますか。もうなんかあるんだね。ちょっとごめん炎上するかも。もうてかさっきの音声だって全然盗聴だからね。ごめん普通に知らなかったから。ごめん炎上するかも。はいはいはい、ごめん。というわけでとやくん、はい、心当たりあるよな。何マジで。いいよ、流すよ。その後、うん、ピーナッツ食ったらどっか行ったよな。その後カラオケ行ったよな。え、カラオケ証拠があんだよ、ま、こっちには。え、行ってなくね。行ってないよ。証拠があんだよ、はい、お前のスマホの中から、はい、映像を入手したんだよ。僕のスマホをいじるなよ。こちら
ご覧ください。猫になったんだよな、僕はいつかだったら笑ってくれ。猫歌ってるね。あ、これ僕のスマホ。トモヤくんのスマホからちょっと出てきました。それ言ったもん勝ちじゃないか。すごい。98点。そんな点じゃねえだ。トモヤくんも歌えねえよ。自作自演じゃねえか。せっかく来たんだからさ。ちょっと何してんの。やめろ。すっごい近寄ってる。気持ち悪い。もしかして僕に見とれてんの。恥ずかしくねえのか、こんなこと一人でして。いやいや、おいおい、なんか照れくさいだろ。店員入ってこい。今すごい近いって。壮絶な映像が撮れる。見とれすぎだろ。ちょっと見とれすぎだろって。もう離れてよ。カメラを押さえたまま首振れる。なんでちょっとやめて。ちょっと近い近い。おい、恥ずかしくないの。おめえだよ、一人でこんなこと。なんで恥ずかしくないんだよ。ちょっとトヤ君、トヤ君。キモい、キモい、キモい。見てらんないわ。しかも真っ暗にならないのがキモい。あそんな顔できるんだ。どういう表情だよ。ひどいな今の。ちょっと見てらんないわ。何でもありじゃん、そんなことが通用するなら。はあ、衝撃の映像だ。何だっていいじゃん、それだったら。はあ、これ一人で撮ってたのか。何、凄まじいな、その光景。もう言い逃れすんな。やばすぎるだろ、その光景。言い逃れすんなっていうか、何なんだよ。僕も当事者なんだけど。